ミサイムさん、動画の返信ありがとうございます。スクワットの続きのクエスチョンなんですけども、前回のね、ミサイムさんからのスクワットの3つの注意点、非常に分かりやすかったです。自分の思い込みというか間違いをね、しっかりと受け止めることができまして、特に呼吸法ですよね。あ、ちょっと今乱れましたけども、息を止めて沈んで上がるだったですね。はい、じゃあ心がけていこうかと思います。で、今日の質問なんですけども、私はですね、何も持たない時のスクワットはこう結構ね、そこまで本当にこう下のところまでギリギリのところまでついちゃうんですよ。で、上がっていくという形なんで、結構負荷がかかるんですね。で、ダンベルを持った場合はとても沈んじゃうと、今みたいに沈んじゃうと浮き上がってこれませんので、こういうふうな形でね、ちょっとこう腰を浮かした状態で上がってくるようになります。で、そこでですね、以前まではこの足が上がっちゃってたんですよね。で、この度足を上げないようにこう下がるのかなというところだったんですけども、質問はここからなんですよ。私は2種類のスクワットを今意識してるんですけども、もしかしたらね、ちょっと違うかなというところがあります。それはこう、なんですかね、限界までこう下がっちゃって、もうほとんどね、座る状態から上がっていくのは非常に私的に負荷がかかるんで、トレーニングになるのかなと思ったんですけども、もしかしたらそうじゃなくって、ぐーんと沈み込むんじゃなくて、この辺でこらえて、まだね、下がれるところまでいっぱい下がるんじゃなくて、この辺でこらえて上がっていくもんなのかなと思ったんですけども、いかがでしょうか。ですね、まあ、スクワット始めてまだ2日3日なんですけども、いや、かなりね、やる気が出てきたというか、やっぱりね、誰かに見ていただくと動機にもなるし、こうやって動画を撮ってお送りするのがね、やっぱ全てをさらけ出すわけじゃないですか。で、評価していただいて添削していただくと、やっぱりね、口頭でメールで渡すよりも動画で、こう質問して動画で返信いただくっていうのは、こういう風な筋トレにはものすごく向いてるんだろうなと思いましたね。それではまたよろしくお願いします。